それでは、お待ちかねというか、政治と金についての質問をさせていただきます。江戸大臣、恐縮でございますが、今日お手元に配らせていただきました政治倫理綱領、これは国会議員が全会一致で、決議したものでございます。5つの項目がありますが、赤線を引かせていただいて4番目第4項目を恐縮ですがゆっくりお読みいただきたいと思います。防衛大臣。はい、読ませさせていただきたいと思います。我々は政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には自ら真摯な態度を持って疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。以上でございます。委員長。小野次郎君。これは衆参ともに綱領を決議しているんですが、今日は江戸大臣が衆議院議員なので衆議院の方の倫理綱領を使わせていただいております。それでは2枚目のパネルをちょっと見てください。今どういう疑惑が江戸大臣については上がっているかということを簡単にご説明させていただきます。総友会というのは江戸さんの資金管理団体です。そして、収支報告21年24年とも総友会から江戸議員に、それぞれ200万150万寄付されています。この議員への資金管理団体からの寄付は政治資金規正法で違法とされています。その違法な寄付という記載について今年の9月になって江戸議員サイドから訂正をかけて、これは人件費だと、人件費の支払いだったんだという説明をされました。そしてまた収支報告を訂正されました。どういうふうに訂正したかというと、点々点で2人の方に分かれている、そういうふうに金は動いたんだという説明でございます。21年の方は江戸議員の名護さん、そして24年の方は、この総友会の会計責任者でもある私設秘書の T さんに行ったんだということでございます。で、ここに赤い色と緑色の貼り札が貼ってあります。我々は衆議院でも参議院でも、おそらく8人ぐらいの国会議員がこの件について質問しています。で、大体の事案の概要が分かってきましたけれども、この総友会から江戸議員に渡した4回の仮領収書、失礼、お金についての仮領収書については24年分の2枚だけは出てますけれども、21年分の2枚については未発見となっています。そして収支報告の方も24年の方は見ることはできますが、21年の方は今日現在は提出拒否されております。そして会計帳簿については21年も24年も提出拒否されています。そしてこのお二人の方、名簿さんとそれから会計責任者である私設秘書へのお金の受け渡しについては、源泉徴収は行わなかった、領収書は作成しなかった、それ以外の支払いを証明する資料はありませんか、それについては探しているけど見つからない、確定申告はしましたか、確定申告はしました。で、じゃあそれを、確定申告を分かるものを資料を提出できないかといったら、名簿さんについても提出してないし、それから T さんについても提出拒否でございます。これが今の事案の概要でございます。そこでお伺いいたします。江戸大臣、自らこの疑惑を招いていながら自らの努力で疑惑を解消しようとあなたはしていません。国務大臣が自らに対する疑惑について説明責任を果たせないために、この間防衛行政は停滞し、国会審議も進まない状態になっています。政治家としてこれに対する責任をどう明らかにすべきか、大臣ご自身の認識をお伺いしたいと思います。江戸防衛大臣。お答えさせていただきたいと思います。委員から今ご指摘のとおり、人件費として支払われたことを客観的に示す資料の提出に関しましては、これまでご要望に十分お答えできてなかったかもしれません。特に元秘書の税務申告の提出につきましては、現時点までに本人から了解が得られておりませんもんですから、提出を差し控えさせていただいているところでございます。それでも、この本人の人件費につきましては、これまでに平成24年の仮の領収書を提出するとともに、
本人たち、親族や元秘書に人件費の受領を改めて確認し、また確実に支払われている旨の回答を得るなど、本件が単なる事務的なミスであるとの説明責任を果たすべく、私なりに誠意を持って対応を繰り返し、丁寧に説明をしてきているつもりでございます。また、領収書等については、事務所の方で探しているものの、現時点において見つかっておりませんけれども、引き続き探してまいりたいと思っております。他方、政治資金規正法上、自身の政治資金管理団体から、政治運動に関するもの以外で寄付を受けることが禁止されているということは、これは私も政治家でありまして、十二分に認識しているところでございます。もし仮に、同法で禁じられている寄付行為を意図的に隠蔽しようとするならば、最初からわざわざ、収支報告書に寄付と記載するはずがないということもご理解いただければありがたいなと思っております。いずれにいたしましても、今回の政治資金収支報告書の訂正等では、各所に大変ご迷惑をおかけしております。いまだご納得いただけない点につきましては、今後ともご理解をいただけるように丁寧に説明をさせていただきたいと、そのように思っているところでございます。委員長。小野二郎君。大臣の弁解は、よく考えても、そんなに悪質な違反じゃなかったんだっていう署名はしているように聞こえますけれども、ただ、さっき申し上げたとおり、事実関係と、それから明らかになっている、この緑の張り札になっているものだけ見ると、あなたの違法な寄付を受けたという違反は立証されているけれども、それを訂正するのに必要になっているものはちっとも出てきてないというのが現実でございます。3枚目のパネルを見てください。どういう違反に当たるかというとですね、大臣自らもおっしゃったとおり、政治家に資金管理団体が寄付しちゃいけない、第21条の2違反なんですね。でこれはこれだけしか書いてない報道機関の記事が多いんですけれども、実は22条の2というのがあります。何人も21条の2第1項の規定に違反してされる寄付を受けてはならない。つまり、最初の方の違反は会計責任者である T さんが直接の責任者です。だけど、対抗犯になっている相手方の受け取る方の違反は、あなた自身が違反の疑いがかかっているということだということを申し上げておきたいと思います。そして26条で両方の行為に罰則がついていることを申し上げておきます。そして、あなたが自分が受け取ったんじゃないんだと、お二人の方の人件費で支払ったんだと言ってます。24年の T さんの方を中心に申し上げますけれども、下の方を見てください。第11条に、政治団体の会計責任者、これ T さんですよね。政治団体の代表者、これあなたですよ。もしくは会計責任者と意思を通じて、当該団体のために支出したものは、領収書を必ず受け取らなきゃいけないと、11条に書いてある。この11条の違反というのは、24条で3年以下の禁錮となっています。ですからあなたは、一方で違法な寄付を受けた、失礼、違法な寄付をした団体の代表者であり、違法な寄付を受けた政治家であり、そしてあなたが違うんだと言って説明している人件費の支払いの方は、今度、領収書がないということであれば、第11条および第24条の違反になるということで、どちらにしても違反なんですよ、これ、どう説明されるんですか。防衛大臣。お答えさせていただきたいと思います。まずその示されたパネルの上の方の部分なんですけれども、私自身、政治資金規正法に従いまして、従来から登録政治資金監査人による政治資金監査を受けるなどして、収支報告書をきちんと作成し、確認を適正に行ってきたつもりであるわけであります。また、前回の委員会の時でも私はお答えさせていただきましたけれども、修正の時もこの登録政治資金監査人に見てもらったわけであります。修正の時に仮の領収書があったればこそ、そのことが人件費とみなされたので、私は修正が、受理されたものだというふうに私自身は理解しているつもりでございます。もしこの修正時点で問題があるならば、私は受理されなかったのではないのかなというふうに思っております。先生も先ほど申しましたよね。会計帳簿と領収書等の突合により支出の確認を。
この仮の領収書でその人件費と認めてもらったから、私は受理されたというふうに思っております。まあ、いずれにいたしましても、このような政治資金報告書の訂正を行わざるを得ない事態があったということ、このことは私自身、大変反省しなければいけないことであろうと思っておりますし、また各所にご迷惑をおかけしたということは誠に遺憾でありまして、事務所の方に対しましても、今後二度とこのようなことがないように、厳格なチェックを行うように指示したところでございます。また、すいません、お答えをさせていただきたいと思います。パネルの方の下の方の部分ですけれども、確定申告のことで、るるご質問がありましたけれども、必ずしも私自身も確定申告について、詳細というものを承知しているわけではありませんけれども、所得税というのは申告納税制度を採用していることから、給与所得の源泉徴収票等の添付のない確定申告書が提出された場合であっても、当該申告は受理されているというふうに承知しているところでございます。いずれにいたしましても、税務申告をしたということは、私はこの直接、秘書でありました T 氏から確認しているところでございます。委員長、この次郎君。大臣、大変な発言、あなたしてますよ。仮領収書って、あなた自身が違法な寄付を受けたときの領収書ですよ、これ。それを外部監査で認めてもらったって言ったら、あなた、今日初めて自分が寄付を受けたっていうことを、外部監査にも認めてもらったって発言してるんですよ。それでいいんですか。防衛大臣。お答えします。それは違うと思います。仮の領収書に、領収書、私は仮と今まで言ってきましたけど、仮という形で私は書いたわけであります。そのことが、実際、受け取ったものがきちんと領収書を書いて、そして差し替えすればよかったわけであります。ですから、一応お金の出し入れの部分のものがあったということ。だからこそ今まで私は仮の領収書というお話をしているわけであります。で、そこの部分が修正の時もきちんと話をしてて、相手方も人件費だと認めてくれたからこそ、修正ということが受理されたのではないのかなと私は思っております。それを今、小野委員は違法だということであれば、それはもし問題あったら受理されなかったんじゃないでしょうか。委員長、小野次郎君。うん、仮領収書っていうのは、あなたが総務会からもらったときに出した領収書のことを言ってるんでしょ、これ、パネルで見ても、それを外部監査が認めてくれたったら、それは真実のお金の授受が総務会と江戸議員で行われたということになるから、それはあなたの新たな違反認めたことになりますよって言ってるんですよ。総理。じゃあ、手短にお願いします。答えていただけますか。はい、大臣。じゃあ、防衛大臣。委員のご指摘は違うと思っております。小野次郎君。委員長。小野次郎君。総理、将棋なさったことあると思いますが、このパネル見て、この局面というのは将棋で言ったらどう表現されますか。いや、ずるいですよ、それは。総理、だって大臣にやると言ったんだ、はい、安倍内閣総理大臣。まあ、正直言えば、もう時間、タイムオーバーということだと思います。総理、このパネルはね、罪ですよ、罪。江戸大臣は詰んでるんですよ、もう。ですから、こういった大臣に対して総理は説明責任をしっかり果たすか、力ずんば、自分の責任を明らかにするか、江戸大臣に勝つと入れてほしいんですけど、総理、そういう気持ちありませんか。時間が過ぎておりますので、答弁なさるとすれば、おまとめ、簡単にお求めください。しますか。はい、じゃあ、時間だようですが、いいですか、終わって。質問終わります。はい。